とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、古代狩り、行きたいと思います。古代狩りね、なかなか難しいけどね。で、今の俺のパワーが249。もう最大難易度もいけるけども、古代狩りはね、基本的に、俺ね、9ぐらいでいってんのよ。9。ここがレアのリロール2回なんで、もうサクッとここを周回するようにしてます。でも今日は、ちょっとね、レベル上げて20でいきたいと思います。アポカリプスプラスの20。さあ、どのぐらい難しいんでしょうかね。いきます。では、いくね。今回は、プラス20だけども、17でもよかったかな。17で、レアのリロールが、3回になるので、そこがちょうどよかったかな。でもまあまあ、とりあえずね、最大レベル、いけるかどうか、ちょっと今、挑戦したいところなので、まあ、20ぐらいで、どんな感じなのか、を見ておきたいところ、だね。うん。余裕だ全然余裕。うん。あのね、アポカリプスプラスで、むちゃくちゃ難しかったじゃない？アップデが来る前ぐらいか。すんげえ難しくて、もう無理ゲー無理ゲーって思ってたけど、あれ単純に、レベルが足らなかったのよ。レベルじゃないや。パワー、武器、装備のパワーが全然足りなかったから、いけなかったんだよな。あの時の、多分、アポカリプスプラス15度ぐらいだったっけ？最大が。その時のね、多分、武器のね、パワーのね、上限が、うまいこと合ってなかったんだと思う。あの時の武器、防具？アーティファクト？あそこのところが、確かね、175ぐらいがマックスだったけど、185ぐらいないと多分無理だったんだな。来た！どうだ？これ、俺初めてかも、ここ。呼びます。どんなやつが出る？え？お、初めて！無敵！ちょっと待って。ロイヤルガードが、おいおい、でけえな、こいつ。ちょっと待って、ロイヤルガード、再生ついてんのかい。ちょっと待って、生き返るの？お前。待って、むちゃくちゃ強い。攻撃力がね、えげつない。ちょっと待って。でも、ロイヤルガードは、あれだ、生き返りはしない。って、お前、サイデンも何でもついてるんかい。お前、何もかもついとるやないかい。あ、出た。おっと、これは、ハンマーヘッドシャークみたいな。武器だね。グレートアックスブレード。出ました。邪悪な村人特攻か。微妙だな。エンチャントもちょっと良くないので、いりません。では次行きましょう。洞窟はちょっと少なめかな。次行きましょう。まだ1個しか見つかってない。ここはあんまりないんだよね。このフィールドではそんなに見たことが、これないかもしんない。まあ、とりあえず、行ってみよう。おい。いや、エンチャの敵で、この程度で倒せるんだったら、全然余裕だわ。奥に1個あったね。行きましょう。おっと？初めて。え？こんな明るいところで初めてだよ。え？あ、違う。え、どこ？どこだ？あ、これか。初めて。どんなやつが出る？ここ。おー！え、死の魔法使い。あ、ちょっと待て。変更ついとる。よし、ちょっとお前だけ。わー、痛い。ひどいな。でも、ひどいけど、これさばききった。すごい。すげえ。でも、ヘビークロスボウか。いまいちだったね。次行きましょう。よっしゃ、またあった。おお、ここ牙だ。
やっぱりね、8.1% だってすごいね。外れがない。さあ、どこから来る？どこから？あ、ちょっと待って待って、俺、HP 少ねえわ。うん。よっしゃー！来た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 、ソーブレード。ナイス。ちょっとお前ら、ふざけんなよ。ピグリ多すぎや。全員もう全滅させたろ。よっしゃー。やった！機械ソーブレード。スキル、スキルいまいちだな。スキルいまいち。あ、でも、痛みの3がついてるから強いんだよな。あ、でもダメだ。スキルがいまいち。凶暴化じゃなくてね、これ、鋭利だったらね、まだ使えたけど、ちょっといまいちだな。保留！で、次は、ここ？あ、ここはなんか、意外と多かった気がする。まあ、それもすべて運なんだろうけどね。ガストがいるな。え、珍しいね。こんなところにガストいるの？おいしょ。あ、ガストですら、この感じ？余裕だね。え、どこ行った？行った。あ、そうか。お台狩りだから、出さないんだ、アイテムは。おいおい。でもまあ、金美味しいね。金美味しい。いいし、次行こう。あった！いいね、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ。もう、パーセンテージが上がったとしてもさ、この穴がなければ、意味がないもんね。今回はいい感じである。頼む！あー、外れ。よっしゃ、もう一個発見。どうだ？おっしゃ！ここ何だったっけ？さっきのやつよね。魔法使いか。どこある？あ、ここか。ちょっとあんま寄らんとこ、最初から。いや、行け！死の魔法使い。お、なんか出た！あ、オッケーオッケーオッケー。幸運の、痛い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 。ひどいなぁ。マルチショット付き、ひでぇなぁ。ネクロのマルチショット付きひどいな。よし、何が出たっけ。幸運の槍、いいね。ほう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 。あ、スキル悪くない。あー、でもチェーンか。チェーンはいらないんだ。次、終わりか。クリアだね。クリアです。それでは最後にどんなものが出たか見てみましょう。3つだったね。まあ、こんなもんか。グレートアックスブレード。スキルがちょっと微妙かな。邪悪な村人特攻もいまいちなので、これは使いません。で、ヘビークロスボウ。マルチはいいとして、他が、いまいちだなー。で、毒の蜘蛛のいまいちなので、これもいらない。で、機械装ブレード。今持ってるやつの方が、断然強いかな。痛みサイクルのね、3がついてるっていうのは、めちゃくちゃいいのよ。俺が持ってるの2なのよね。これ4倍と5倍の違いがあるんで、いいんだけど、まあまあ、売らずに、これは取っておこうか。いやー、微妙だな、微妙なんだな、本当に。凶暴化はね、攻撃速度上がると、これ良くないんだもんな。吸血、いまいちだな。で、幸運の槍。これはいいんじゃない？輝きと、追い打ち、旋風入れれば、まあ、使えるかな。あ、でもね、チェーンだからな。ダメだな。はい。まあ、とりあえず、今日はこんな感じです。別にね、ユニーク装備入れたわけでもないけども、81% まで、上がったので、なかなかいい狩りができました。またね、出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。